はい、こんにちは、ポップですエフェックチャンネル、3月25日木曜日本日も先進国通貨クロス円の解説から始めてきます順番はいつも通り米ドル円から始めましてユーロ円、ポンド円、そしてゴードル円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください今日の東京マーケット日経平均は5日ぶりに反発するということで ドル円以外のクロス円は今までの下落トレンドから一旦はレンジ相場に移行したというところでございます。そしてドルの方はね、109円ぐらいまで戻すということで、少しね、リスクオフの傾きからリスクオンに切り替わりつつあるというところでございますが、まあ、個別の解説は後々していくことにしまして、まずは全体の相場感を振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。 まずは昨日のニューヨークマーケットダウ平均は前日比マイナス3ドル終わり値で32,420ドルということで0.01%わずかに下落して1日の取引を終えました時間内は一旦は1%を超えるような上昇をする場面もあったんですが引けにかけて上値が重くなり最終的にはマイナス圏に沈んだという動きでございます そして本日の東京マーケットは冒頭でお話しした通り、5日ぶりに反発をしております。日経平均は前日比、プラス324円。終わり値で28,729円ということで、1.14%大きめの反発でね、5日ぶりの反発というところでございます。 こちらは特に、ね、理由があったわけではなくて、今まで、ね、かなりの勢いで下げておりましたので、まあ、自立反発ということでね、1%を超える反発があったというところでございます。そして、注目の中長期金利ですね。アメリカの10年国債リマーニーに関しては、今は1.62%。昨日はね、六パーセ1.6%を割り込むというところがあったんですが、なんとかね、まあ、高値付近で落ち着いてきたというところがね、言えます。 そしてドル円の方が大きく反発しておりまして、今、108円97ということで、109円ぐらいまで戻ってきたということで、こちら、クロス円は全体的に昨日の水準からはかなり上方向に上がってきているというところが見てわかるかなと思いますので、これらを前提に、他かのクロス円も含めて解説をしていきますので、チャートの方に戻っていきましょう。 はい、えー、まずはね米ドル円の15分足、こちら、1日の時間軸のチャートをご覧ください。昨日の動画解説のタイミングは、108円50銭付近で、さらに割り込むかどうかというところでしたが、まあ、最終的にはね、えー、振り返ってみますと、108円50銭でダブルボトムですね、えー、60分足で見ていただきますと、1回、2回と108円50銭にアタックしたんですが、なんとかサポートを受けて上昇した。 一時は、ね、ニューヨークマーケット始まったところで108円90銭こちらまで上げる場面があったんですが少し、ね、ダウの方が下げたことによってベイドルもつられて下げる場面がありました。 ただ、東京マーケット、日経平均がね大きく反発したことによって、昨日のねの高値を追い抜いて、109円ぐらいまで今ね、ね上がってきているというところですが、やはり109円を超えるような勢いとなりますと、長期金利が、ね、109円超えた時には、1.7%を超えている場面でしたので、ちょっとね長期金利がそこの水準からは低くなっている。 そして、109円よりか上側では、逃げ遅れてしまったね、109円以上のロン側の売り圧力があるということでね、これからは上値が押さえつけられる展開が想定できるというところでございます。そして、60分足、こちら1週間の時間軸でございますが、こちらの方でね、デイトレのタイミングを測っていきたいなというところなんですが、ただ、今日のね、ベドルの方は、トレードはね、ちょっとタイミングとしては様子見かなというところでございます。 具体的には先ほど、ね、お話しした通り、109円を、ね、上値を抜けていくというところですと、長期金利の方が少し、ね、低いなというところと、あと、ね、4時間足、少し伸ばさせていただきますが、109円の上側での、ね、ロンガーが、やはり今まで、ね、含み損を抱えておりましたので、109円を超えようとしますと、やれやれの戻り売りが出やすくなる。 まあこういった効果はね、109円を大きく抜けていく可能性はないということで、ロングを取ろうとしてもね、上値は限定的というところで、少しね、そこのロングは考えなくてもいいかなというところでございます。そして、ショートをね、かといって取るかといっても、まあ、今までの下落トレンドから移動平均線が右肩上がりに切り替わっておりますので、 まあ下げても、えー、こちら移動平均線付近でサポートを入る可能性が強いというところになりますとちょっとね、えー、この辺り109円から108円75銭。 この辺りのレンジを想定するという形に私は考えておりますので、そうなりますと、狭いレンジの中では、あえてトレードをする必要はないかなと思いますので、少しドル円の方は様子見をしながら、デイトレに関しては他のクロス円でチャンスを探っていく。このような相場でよろしいかと思います。 まあどちらかといえば、ですね、えー、やはり109円の上値は重いので、まあ、下方向を見たいというところでございますが、えー、仮にね移動平均線付近の108円75銭を割り込んでも、108円50銭がね、えー、昨日から今日にかけてしっかりとダブルボトムをつけているということでね、ね、えー、こちらも移動平均線を割り込んでも下げは限定的というところでございますので、まあ、こういったね小動きの時は、えー、トレードをしないというのがね一つの選択肢かなと思いますので、まあ、上に行くか下に行くかというのは はね、もちろんわからないところですが、上に行っても下に行ってもね、少しサポートライン、レジスタンスラインが明確に109円以上と108円50銭で存在するというところでは、トレードはね、見送って、他の通貨をね、見ていこうというところでございますので、皆さんのね、考え方とともに参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ドル円の解説を終わりまして、続いて、ユーロ円の解説に移っていきましょう。 ユーロ円の方はね、久しく下落トレンドが続いていたんですが、え、昨日から今日にかけては、レンジ相場を形成しているというところでございます。昨日の動画解説のタイミングは、128円50銭あたりをうろうろというところでございましたが、まあ、下に行くも上に行くも、大きくね、跳ね返されてしまって、しかしながら最終的には日経平均の上げ。 これを交換しまして、レンジの、ね、上方向に上がってきているというところでございます。レンジの加減は128円30銭から40銭。このあたりでサポートが入っておりますし、あと、レンジの上限に関しては、今どころの、ね、128円80銭ということで、まあ、50ピプスから40ピプスというね、まあ、今までのボラティリティからはかなり、ね、低くなってきているというところが、この15分足を見てもわかるかなというところですね。 そして60分足でデイトレのタイミングを測っていくんですが今までは、ね、下落トレンド特に今週に入ってから下落トレンドということで大きく下げておりまして129円を下回ってしまうというところがありましたが まあ、昨日から今日にかけてはね、今お話しした通り、えー、こちらレンジ相場ということで、下は128円30銭から40銭、上は128円80銭、えー、この40ピプスから50ピプスでね、えー、推移している。そして、えー、今まで下げておりました移動平均線が、とうっとうね、横ばいに切り替わってきた。 この移動平均線が横ばいになりますと、レンジ相場というところで、この移動平均線を挟みながら、このボリンジャーバンドの上限と下限あたりをうろうろする相場が想定できるというところでございます。これも、ね、レンジ相場なので、今の段階ではポジションを取るというところではないんですが、 今後の、ね、ポジションの取り方としましては、移動平均線あたりでサポレージが入ったところ、その方向によってトレードをしていくというところ、ポジションを取っていくというところを心がけていただければと思います。今は、ね、移動平均線の上側にありますので、こちら、ね、ロングを取るチャンスとしましては、 一旦調整して移動平均線の上側で陰線から陽線になれば129円アタックが見られるというところでございますが逆にこの移動平均線を陰線で割り込んでしまって今度はね反発したところで移動平均線を上回れず移動平均線の下側で陽線から陰線になったらレンジブレイクして下方向に行く。 このような考え方でよろしいかと思いますので、移動平均線を下回って反発が弱かった場合、移動平均線の下側で要線から陰線になってしまった場合にショートを組む。このような形でね、移動平均線を挟んでる間はトレードをせず、移動平均線でサポートが入ったらロング。逆に下回ってレジスタンスが入ったらショート。 このようなねチャンスを伺う相場でよろしいかと思いますので、ちょっとね、どちらに行くかわからないというところではございますが、移動平均線のサポレジを確認して、こちらの方でね、サポートであればロング、レジスタンスであればショートを組む相場でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感と合わせて参考にしてください。はい、以上でユーロ円の解説をしまして、続いてね、ポンド円の解説に移っていきましょう。 ポンド円の方もね、全くユーロ円と同じでございますので、まあ、数値こそ違えど、考え方はユーロ円と同じ考え方でよろしいかと思います。昨日の動画解説のタイミングは149円を割り込んでいたんですが、 結局のところね、ダブルボトム、そしてダブルトップということで、まあ、このあたりね、レンジ相場に切り替わってしまって、149円という明確な節目をまたぎながらね、上は149.40付近、下は148.60付近というところでね、こちら、サポレージが入りつつあるというところでございます。 ちょっとね、ボラティリティはユーロ円よりかは高いんですが、まあ、レンジ相場にあることは関わり、えー、変わりないというところでございますので、これも同じく60分足でしっかりとね、移動平均線と平均足の関係を見ていただければというところでございます。ユーロ円よりかね、ポンド円の方が60分足ご覧いただきますと、まあ、ほぼね、下落トレンドが1週間続いておりまして、 少しレンジ相場のところが、えー、あったんですが、えー、それを除いては、ねえー、ほどほど、えー、ほとんど、ね、移動平均線が右下下がり、その下側で平均足が推移していたということでございます。 ただ、昨日の、ね、夜のところから移動平均線を超えますと、今度はこの149円と移動平均線をまたいで、ね、動く、このようなレンジ相場になっておりますので、先ほどのユーロ円と同じくね、この移動平均線の上側で、今ちょっとね、要線から陰線に切り替わっておりますが、この上側、そして149円を超えたところでね、超えているところで、この陰線が要線になったらロングが取れるというところでございますし、 逆に、この陰線がね、今また出てきましたが、陰線が続いてしまって、149円を割り込み、そして戻ったタイミングで、149円でレジスタンスを食らってしまった場合ですね、移動平均線よりか下側でレジスタンスを食らう。 こういった場面ではショートを取りながら、まあ、148円50銭を割り込むのを待つというような、ね、相場でよろしいかと思いますのでちょっとね100ピプス弱のレンジ相場が続いておりますがしっかりと移動平均線お及び149円でサポートが入ればロングそしてこちら下側に行ってね149円もしくは移動平均線の下側で要線から陰線に切り替わったらショート このような考え方でよろしいかと思いますのでもう少しね時間の経過とともにどちらのトレンドに貼っていくか考えていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい以上でねポンド円の解説を終わりまして最後に5ドル円の解説で締めていきましょう はい、えー、5ドル円もね、えー、全くポンド円と同じ動きをしております。えー、ちょっとね、えー、ドル円以外はすべ、えー、てね、同じ動きということでございますが、まあ、それほどね、えー、ドル円以外のクロス円というのは相関が強いというところでございますね、えー。昨日の動画解説のタイミングは82円50銭付近というところでございましたが、えー、上値は83円、下値はね、82円50銭を少し割り込んだ、えー、82円40銭ぐらいでサポートを受けて、まあ、60ピプスのね、えー、レンジ相場というところでございます。 こちらの方もね、60分足ご覧いただきますと、83円というね、明確なサポートが出ていたところで、まあ、レジスタンスを食らっている。過去のサポートラインがレジスタンスラインに切り替わっている。とは言ってもね、82円50銭を下回った82円40銭付近では、しっかりとサポートが入っているということでね、レンジ相場が形成されているというところでございます。 ちょっとね、こちらの方は、上値も下値も、まあ、収束をし始めていますが、考え方は全くポンドとユーロ円と同じような形で、移動平均線を上回って、上側でですね、陰線から要線に切り替わったら、ロングを取って83円抜けを期待する。そして、こちら、今、移動平均線、若干ね、平均足が割り込んでおりますが、 その後、反発したとしても、まあ、レンジの上まで行かず、移動平均線の下側で、要線から陰線になったところでショートを取る、そして82円40銭を割り込んでね、一気に下方向に走るかというところでね、しっかりショートを取っていくというところでね、こちらの方もよろしいかと思いますので、移動平均線と平均足の位置関係をね、しっかり確認して、移動平均線の上側でサポートが入ったらロング。 下回って下側で陽線から陰線のレジスタンスを食らったらショート、えー、このような考え方でよろしいかなと思いますが、まあ、個人的にはね、えー、どちらかといえばやっぱりね上値の方は重いかなと思いますのでまあ、下に行く方向の 時にはね、大きなロットで攻めたいなと思っておりますが、今の段階では移動平均線付近なんでね、どちらに行くかわからないギャンブルをするんではなくて、しっかりと移動平均線のサポレージが入ってから、サポートであればロング、そしてレジスタンスであればショートということでね、ポジションを取っていただければ、大きなけがはしないかなと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、今回のクロス円4ペア4通貨の解説を以上といたします。 本日もね、21時から YouTube ライブ、最近はね、500人を超える方ご覧いただいておりますが、またね、皆さんのご質問に答えながら、一緒にね、情報共有、そして相場感を醸成していきたいと思いますので、お時間ある方ご覧いただければと思います。それではね、本日も一日お仕事とトレードお疲れ様でございました。またお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。